は、もしかして、秋葉原博士、何が分かったんですか？あ、いや、別に、コンピューターウイルスに侵されたんじゃ。コンピューターもウイルスに侵されたら風邪とか引くのかな？たまにはね。ワクチンプログラムとかを使ってみたらどうでしょう？ワクチン？なるほど。わからない。ポケモンの転送装置は専用回線を使っているんだ。簡単によそからウイルスが入ったりはしない。しかし、実際に。あるわけない。あった